レートベアーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。管理人の小林です。さあ、グレートベアーズ TV としては大変お久しぶりです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、2015年2016年の九州産業大学グレートベアーズトップチームのスターティングラインナップをご紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、まず最初にご紹介するのは1年生でポイントガードに起用された松川ですね。この外角シュートっていうのがですね、松川が最近すごく身についてきたんですよね。ここでリバウンドを取ったボールを松川に回ってきて外から決めてくる。非常に大事な場面なんですよね、ここね。でこの表情ですよ、皆さん見てください。この強気の姿勢が松川の魅力ですよね。1年松川です。シューティングガードのポジションには沖縄オロクの2年生金城を据えています。この金城はですね、今年からシューティングガードになってある程度自由を与えてるんですね。そして非常にセンスあふれるプレーをするんですよ。ここ見てください。リバウンドを取った後ビハインドザバック、こういったプレーはですね、先生は指導者は教えません。これは金城の持ってるセンスなんですよね。そしてこの次のプレーでもボールを運んでいってクロスオーバーからノールック、こういったプレーが近所の最大の魅力です。はい、そして皆さんご存知金丸亮太ですね。グレートベアーズの中ではもうスコアラーシューターとして金丸が重要な得点源なんですよ。ここもですね、ワンフェイクからジャンプシュートを決めてくる。もうね、金丸持ったらシュート打ちますから、皆さん、これはもう得点は2桁は当たり前です、金丸は。そして最近よく見られるのがですね、このドライブ、今も体をぶつけていってインサイドで得点を取っていく、こういったプレーがですね、金丸のまたバリエーションが増えてきたんですよね。ここもですね、シュート打つかなと思ったらもうドライブですから、こういったプレーの幅が出てきたのは金丸の成長の証です。パワーフォワードのポジションには1年生の比嘉アントニー健ですね。アントニーは今みたいにリバウンドをコスコスと取っていったり、ポストプレーだったりチームのためにですね、地味な仕事をきっちりとこなしてくれるんですよ。今のようなリバースレイアップ、これもですね、難しいシュートなんですが高い技術を持っているんですね、比嘉アントニー健で。意外かと思われるかもしれないんですが、ここは3ポイントを決めてくる能力も持っている。実はマルチな活躍するアントニーですね。センターのポジションには3年生の船越ですね。船越は去年に引き続き九州大学選抜チームにも選ばれている選手なんですよ。まずインサイドで徹底的に体をぶつけていって、ここも決めてくるんですよね。接触を全然恐れない、こういったプレーが非常にチームの役に立っているんですよね。インサイドのプレー、それプラス次のプレー見てください。ここでもジャンプシュート、ミドルシュートもね、非常に柔らかくてうまいんですよね、船越。そしてさらに次のプレー見てください。ボールをそのままどうするでしょうか。ここでドライブ、もうボールを持ったらそのまま持っていく能力を持っているのが3年生センターの船越です。グレートベアーズ TV。 はい、それでは2015-2016年のグレートベアーズトップチームのスターティングラインナップの紹介でした。このスターティングラインナップで試合を始めて、そしてバックアッパーたち、彼らもね、非常にいい動きをしているんで、次回はそのバックアップメンバーについてもご紹介していきます。それでは次回またお会いしましょう。グレートベアーズ TV。 この番組は九州産業大学バスケットボール部公式サイトグレートベアーズオンラインの提供でお送りしました。